今日のパチューのゲーム屋さんはシエルンが何者かに殺された。犯人を見つけて捕まえろ。皆さんどうもパチューです。じゃ、皆さんどうもシエルです。じゃ、どうしたのシエルン、今日呼び出して。今すごい研究をしてるんです。何？どんな研究してんの？それは人を復活させるマシーン。どういうこと？え、これで死んだ人が蘇るってこと？そう、これがあればいくらでも生き返れる。すごいね、そんなマシン作ってんの今。そうだよ。どうやったら復活させられるの？ま、この中に、ま、復活させたい人の髪の毛とか、うんうん、ま、そういうの入れれば大丈夫。あ、それでなんかボタンポチッと押したら復活するみたいなこと？そう。すごいね。うんうん、このマシンがすごいなって思う人はチャンネル登録と高評価をしてね。いや、すごいな。ってことで、うん、まだ完成してないから目標研究するから帰って。え、ちょ、呼び出しといて。なんで？うん、帰って。え、呼び出しといたのに。忙しいから帰って。もう、わかったわかった、うん、じゃあね、頑張ってね研究。まだ完成してないってことね、それは。そう、まだしてない。あ、そう、じゃあ気をつけてね。うん。研究できたかな、完成したのかな。え、シエルン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 、死んでる。え、なんで血流してる。あ、待って、復活のマシンがなくなってる。え、どういうことだろう。どうしよう、シエルンが死んじゃった。あ、そういえば監視カメラがあったはず。ちょっと映像見てみよう。あ、シエルン普通に研究してるな。いや、何があったんだろう。え、誰か来た。え、包丁持ってる。誰？何？お前の研究はもらっていくぞ。あ、シエルン、ここでやられちゃったんだ。これがあれば、私の研究は完成するぞ。やめて、それ持っていかないで。あの博士が犯人なのか。くっそ、シエルンが。くっそ、あの博士がシエルンをやったのか。あの復活のマシンもあれば、多分シエルン復活させられるよね。よし、待ってて、シエルン。あの博士捕まえてシエルン復活させるから待っててね。そう、あの博士絶対捕まえてやる。よし、早く博士見つけないと。あいつ捕まえないと。あ、ライコちゃん、何やってんの。ライコちゃん、こんなところで。うわ、びっくりするっちゃ。いや、何やってたのこんなところで。いや、ダーリンいないっちゃ。シエルン家行こうかなって思ってたとこだっちゃ。いないから。覗いてたでしょ、こうやって。 いないから。まあそうだけど、いや、普通にコンコンってすればいいでしょ。 いないなと思って、じゃあもうシエルン家だっちゃって思ったっちゃ。そんなことよりさ、ライコちゃん、シエルンが死んじゃったんだよ。そんなわけないっちゃ。シエルンは死なないっちゃ。殺しても死なないっちゃ。いやいや、死んだんだって。シエルン死んじゃったの。悪い博士に殺されて。そんな冗談は良くないっちゃ。絶対嘘だっちゃ。嘘じゃないんだよ、本当なんだよ。悪い博士に殺されてシエルンの発明品奪われたんだよ。でもその発明品があればシエルンを復活させられるかもしれなくて。なんかもうわけわからんちゃ。一緒に手伝ってよ、とりあえず。悪い博士捕まえればいいから。ちょっと映像見せるから。わかったっちゃ。ほらね、シエルン殺されてるでしょ。大変だっちゃ。だから早く見つけないと。悪い博士、あの変な博士、一緒に探すっちゃ。よし、行こう。まずは聞き込みだ、町で。よし、博士いるわけないか。もう町にはいないっちゃ。おじいさんに聞いてみよう。すいません、おじいさん。はい、何でしょうか。あの、なんか博士見ませんでしたか。白衣着て頭にゴーグルつけた変な博士。あー、それは私は見た。青信号だ、わからないと。ちょおじいさん、話の途中で行っちゃったよ。見たか見てないかもわからんちゃん。あと他に商店街行ってみようか、ライコちゃん。そうだっちゃ、人が多いとこ行くっちゃ。そうだね、行ってるかもしれないからね。そう、あ、ちょっとあの八百屋のおばちゃんに聞いてみよう。すいません、あのなんか変な白衣着て頭にゴーグルをつけた博士みたいな姿の人見ませんでしたか。うん、あー、ゴーグル、ゴーグルつけた人ね。あ、ちょっとおばあさん、下向いて見てもらってもいいですか。うん、なんだい。ゴーグルつけてる。違うっちゃ、さっきの人とは全然違うっちゃ。確かに見た目は全然違うもんね。うん、男の人かい。あ、そう、男の人、男の人。うん、
見たような見てないようなだね。いや困っちゃう、それじゃあ見てないか見てるかはっきりしてよ。まあでもちょっと記憶が。今日のトマトはすごい新鮮なんだけどね、これ買ってくれたら思い出すかもしれないね。あ、トマト買ったら思い出すの？本当に思い出す？なんかトマト、なんかその人もトマト買ってったのかな。分かった、ごめんライコちゃん、俺お金持ってないんだけど持ってる？お金持ってないとかあるっちゃ、慌てすぎだっちゃ。いや慌てて出てきちゃったから持ってないんだけど、俺のお願いだったら聞いてくれるよねライコちゃん。ほらこれ使うっちゃ。食べるかなこれで。すいません、じゃあこれでトマトください。ちょっと足りないね。足りないってライコちゃん、足んないって。ごめんごめん、足んないって。あ、ありがとうありがとう。あ、これでこんなにかい。じゃあこのトマト全部持っていきな。ライコちゃん足りないってまだ。いや足りるっちゃ。足りるって言ってた。こんなにかいって言ってたっちゃ。あ、言ってたか。トマト全部持ってっていいんですか？全部持っていくといい。 ありがとうございます。あ、じゃあライコちゃんこれありがとう。あ、あげるねトマト。いらないっちゃ、俺嫌いだからトマト。で、思い出した？あ、思い出せないね。思い出せないのかよ、こんなに買っといて。気のせいだったかもしれないな。なんだよ、そんな人はいないかもしれないな。なんだ、じゃあ手がかりなしか。ライコちゃん、他に手がかり探しに行こう。なんだったじゃあ、無駄だったじゃ今の。無駄だったね、完全に。お金も無駄だっちゃ。トマトは買ってきたからいいんじゃない？ああ結局夜まで探したけど手がかりなしか。どうするっちゃ、シエルン腐っちゃうっちゃ。いや確かにそうだよね、早く復活させないと。腐っちゃうとかはあんま言わないであげてくれる？ゾンビになっちゃうっちゃ、腐っちゃうっちゃ。いやまあそうだよね、腐っちゃうよね、どうしよう。ユキンコに頼むっちゃ。あ、そうだね、ユキンコちゃんにお願いしといてくれる？じゃあライコちゃん。わかったっちゃ。じゃあ心配だから今日は一緒に寝るっちゃ。いや寝ないよ、一緒に寝ないで大丈夫、俺は大丈夫だよ一人で。心配だっちゃ。いや心配だ、ありがとう、心配してくれるのは嬉しいけど。うちダーリンが心配だっちゃ。大丈夫、わかった、大丈夫だから。もうじゃあうちダーリンが心配だっちゃ。大丈夫、大丈夫だから入ってこないでくれる？大丈夫、大丈夫だから。ほんとだっちゃ、大丈夫だから。もうおやすみね。じゃあユキンコに言っとくっちゃ。もう言っといてね。ダーリン気を確かにだっちゃ。いやそんな近くにいるからまだ大丈夫。じゃあねライコちゃん、ありがとう。よしさあ、じゃあ寝るか。もう今日はとりあえず寝よう、疲れた。何やってんのライコちゃん。気になって。いや大丈夫だって、もうやっぱ寝るっちゃ。いや寝なくていいって、起きてライコちゃん、一緒に寝ないよ、寝ないからね。なんでだっちゃ、心配だっちゃ。伝えてきててよユキンコちゃんに。分かったっちゃ。いやもうこれはこれで大変だな、もう今日は寝よう、おやすみなさい。バチ君、今までありがとう。なんだ今の、夢か。待って、でも今シエルの後ろに変な家が映っていたような気がする。森の中にある家だな、あそこにもしかしたら手がかりがあるのかも、探しに行こう。あそこの家なんか見たことあるような気もするしな、とりあえず森に行ってみよう。確かこっちの森の方だったと思うんだけど、家はないか。ちょっと上の方だったよな、木に登ってみよう。あれか、あれだ、確かここら辺の角度だったような気がする。もうちょっとこっちかな、どこだ、ここら辺だった。あ、これだ、ここら辺でシエルンが喋ってた。あの家になんか手がかりがあるのかな、行ってみよう。よし、ちょっとこっそり入ろう。お邪魔します。誰もいないな、静かに行かないと。よいしょよしよし。 あの博士だ、やっぱりなんか研究してる。あ、シエルンの復活マシンも持ってる。おい、お前何やってるんだ、シエルンを殺しただろ。お前は誰だ、何しにここに来た。いや、シエルン殺してこの復活マシン奪っただろ。ああそうだ、なんでそんなことしたの。俺はな、長年人を復活させる研究をしてたんだ。なのにあいつはほんの一瞬でその研究を完成させて、私はあいつが憎かった。だから私はあいつを殺したんだ、ついでにその研究も全て奪ってね。最低なやつだな。だが私は長年の研究でもう一つ手に入れたものがある。それはこれだ。うわ、でっかいスケルトンになった。やば、ちょっと一回逃げないと。早く逃げ、やばい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 。これ自分の研究所破壊してる、自分で自我を保ててないんじゃないかあいつ。壊しながら出てきた、やばい。
倒さないと。でも俺武器も何も持ってないし、みんなチャンネル登録とコメントでパチくん頑張れってコメントして、なんかスーパーパワーが手に入るかな。え、なんだかよくわかんないけど、バナナの戦士みたいになったんかこれ。バナナ持ってる。これで殴れば強くなったってこと？やってみるか。あ、気づいたらハートも増えてる。めっちゃ強くなったんじゃないこれ。もしかしたらシエルの願いなのかも。よし倒そう、あいつを。よし食らえ。とう、どうだ、もう一回。まだか、食らえ。まだ、クソ強いなやっぱり。もう一回だ。よし、効いてる効いてる効いてる。でも倒せるぞ。よし、あとちょっとなはず。食らえ。よし倒した。よしよかった、早くシエルを復活させないと。よし、ここに入れればいいのかな、こっちか。うん、あいつが壊したせいで大変だ。よし、ここに髪の毛を入れてスイッチオン。よし、これで大丈夫かな。シエル復活するのかな。うわ、シエル復活したの。あれ、パチくん、パチくん、シエルよかった、復活したんだね。なんていう格好してんの。いや、なんかまあこれはちょっといろいろ事情があって変な格好しちゃってるんだけど。ここどこ。いや、シエル殺されちゃったの覚えてる。殺された。あっ、めっちゃ痛かったやつ、めっちゃ痛かったんだよ。もう痛くて痛くてね、どんどんね、手足が冷たくなって、やめろ、感覚がなくなってね。生々しいから怖いから、やめて。怖い、怖いから。そから記憶がない。そうだよね。いや、シエル死んじゃったんだよ。死んじゃったんだ。でもなんで、じゃあ生き返ってるの。このマシンのおかげでシエルの髪の毛300本ぐらい取ってさ、ここに刺したの。300本、全部ブチ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 抜いてここに刺し込んだの。ひどい、ハゲた、絶対ハゲた、どっか絶対ハゲてる。300本もいらないんだよ。1本でよかったの。1、2本でいいんだよ。あ、多い方がいいのかなと思って、ごめん。関係ないよ。ま、でもよかったね、シエル復活できて。ま、ありがとう、パチくんのおかげだね。うわ、悪い博士だ。これは持って帰るぞ。持って帰って捨てるんだ、これ。なんで捨てるの。だってせっかく作ったマシンなのに。いいの。なんで。だってさ、うん、このマシンってさ、自然の摂理に反してるというか、なんかなんていうの、良くないと思う。まあね、死んだものを復活させるのは良くないって言うよね。なんか今回生き返って思ったけど、うん、命は一度きりだから大事にしようって思うんだよね多分。ああ、まあそうだね、確かにそうだと思う。これに慣れちゃうと私いっぱい死んじゃうと思う。それはそれで怖いよ。まあ確かにそうだね、自然には反してるよねかなり。うん、良かれと思って作り始めたけどやっぱり良くないよ。そうだね、じゃあそれは家に帰って捨てよう。捨てる、もう誰の目にも触れないように捨てる。うん、よかった。でもシエルンが復活して生き返って、もうこれがこれっきり最後にしよう。大事な命にしようね。わかった、ありがとうパチくん。帰ろう。うん、着替えて。え、何が変だから。変じゃないよこれ、可愛いだろうが。バナナパワーなんだけど。いや、さ、バナナだって美味しそうじゃないんだもん、そのバナナ。おかしいだろう。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。パチくん狼でもかっこいい、だって。どういうこと、パチくん狼でもかっこいい。パチくんは狼なの。狼男の会のやつでしょうが。ああ、パチくんが狼になってもかっこいい。ああ、なるほど。ってことは狼にならない時もかっこいいってこと。そうだけど。え、笑ってんじゃないよ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。